こんにちは、霊夢です。マリサだぜ。今回は新三大広島の失敗格差トレードを紹介するぜ。球団別の格差トレード企画はこれで第8弾ね。片方のチームの移籍選手が大きく活躍したケースが対象なのね。今回はあくまでトレード後の利得だけを見てるので、移籍の背景や編成事情は考慮してないことは念頭に置いてほしいぜ。両チームともに大きな成果があったトレードは扱わないってことね。新三大広島の失敗格差トレード、一つ目は1974年の広島アニア総八投手と、阪神はコートモー投手のトレードだぜ。アニアさんってアニアさんでおなじみのあのアニアさんのこと？そうだ。開幕前の広島投手陣の予想勝利数を足すと、うっかり合計で100勝を超えてしまうアニアさんのことだぜ。広島一筋の高校やかと思ってたけど、カープ以外の球団に在籍したこともあったのね。人気野球漫画の、ルーキーズ、に登場する主要人物の名前は元阪神の選手から取ったものが多いが、主役格のアニア圭一の名字はこのアニアさんから取ったものだからな。そうだったのね。なかなかこの時代の選手のことはわからないから、詳しく解説してちょうだいよ。アニア投手は1964年に沖縄県人初のプロ野球選手として広島に入団。実は甲子園、都市対抗野球の出場もこのアニア選手が沖縄選手では初出場だったりと、沖縄野球界のパイオニアでもあったんだ。今でこそ東浜直、山川穂高選手など個人タイトルを獲得するほどの有力選手が沖縄から多数出てるけど、当時の沖縄はまだまだ野球が発展途上だったのね。何せ甲子園の予選も沖縄大会を勝ち抜いた後に、南九州大会をまた勝ち上がらないといけなかったからな。今みたいに各都道府県から必ず1校以上が出場する制度じゃなかったのね。そんな沖縄県中の期待を背負ったアニア投手はプロ1年目に3勝をマークすると、2年目には 201.1 回を投げて防御率 3.00 と活躍。以降も先発と救援の両方の役割をこなしてチームに貢献すると、5年目の1968年には313回3分の1を投げて防御率 2.07 23勝を挙げる活躍で、カープを球団創設19年目にして初の A クラス入りとなる3位に押し上げたんだ。さ、300イニング超え。しかも今では考えられないことに、57試合に登板して20完投もしてるからな。現在の野球選手が生涯かけてようやく到達する完投数をたった1年で記録するなんて。それでいて防御率が 2.07 と質の面も素晴らしい数字だったら、それはチームも強くなるわよね。沖縄だけでなく広島の希望の星となったアニア投手は1969、1970年も2年連続で2桁勝利の活躍。ただ、さすがに入団7年間で1300イニング以上を投げたツケが回ったのか、1971年以降は成績が低迷してしまったんだ。そらそうよとしか言いようがない、今では考えられないほどの酷使っぷりだもんね。4年連続で成績不振に終わり、すでに年齢も30歳を迎えていたアニア投手に対して、上ルーツ一軍打撃コーチが投球フォームの変更を指示。打撃コーチが投球フォームについて言及してきたの？それって一見好意だったんじゃ？しかも要求されたのがスリークォーターからアンダースローに回路だからな。いやいや、ちょっとしたアドバイスならまだしも、選手生命を大きく左右するレベルの大きな変更じゃない。そんな大事な変更を開幕1週間前のオープン戦中に指示されたアニア投手は、わしはやらん、と断固拒否。ルーツは監督じゃないんじゃけん、と当時の森永監督に訴えたが、首脳陣との溝は埋まらず、結局この年は33試合に登板しながら1試合しか先発させてもらえず、わずか4勝に終わってしまったんだ。成績不振、年齢30代、それに加えて首脳陣と不仲って、かなり雲行きが怪しくなってきたわね。アニア投手にとって運が悪かったことに、1974年のオフに対立してたルーツコーチがなんと監督に就任。悪いことって重なるもんね。ルーツ監督就任後すぐに、アニア投手の阪神へのトレードが決まったんだ。まあ、自分の言うことを聞かない不満分子のベテランとなると、放出されちゃうのもしょうがないわね。実はアニア投手はこのトレードが決まった当初は、阪神には移籍せず現役引退するつもりだったそうなんだ。ただ、周囲から、お前、1年くらい遊んでこいや、などと説得されて、当時の阪神の吉田義雄監督からもぜひ来てほしいと懇願されたことで、現役続行を決意したんだ。オリックスフロント衝突対談編の時の山崎武史選手もそうだったけど、やっぱり周りに必要とされると、人間もう一度奮い立つものよね。アニア投手も契約したからには広島を見返すくらいやってやろうと、オフには初のトレーニングジム練習を取り入れたそうなんだ。反骨精神ってのもプロ野球の世界を生き抜いていく上では大事だもんね。それまで痛風になるまで飲んで食べての私生活を改めて、体重も8キロ近く落としたそうだからな。
そもそもそんな生活でよく活躍してたわね。アニア投手は阪神移籍1年目の1975年は全66試合に救援登板。さすがにベテラン投手にとって先発は厳しかったのね。いや、救援登板だけで140回3分の2を投げて規定投球回数に到達すると、5年ぶりの2桁勝利となる12勝を記録。しかも防御率は驚異の 1.91 をマークして、自身初の最優秀防御率のタイトルを獲得したんだ。ちょっと待って、いきなり現代の山本由伸投手みたいなとんでもない成績を残してるじゃない。この活躍が評価されて7年ぶりにオールスターに選出されると、カムバック賞も受賞。翌76年も10勝、10セーブをマークする活躍を見せ、阪神移籍後5年間で、218試合に登板して29勝とチームに大きく貢献したんだ。昔は今以上に投手が短命だった時代にあって、30代でそれだけ復活する投手も珍しいわよね。ところでトレード相手になった和光友投手はどうだったの？和光投手は大前、阪神時代に6度の2桁勝利を挙げて、広島に移籍するまで218勝の実績があった投手だったんだ。実績のあるベテラン投手同士のトレードだったのね。ああ。ただ和光投手は移籍時点ですでに38歳と、かなり高齢に達してて、移籍1年目は20試合に登板して3勝止まり、2年目には19試合に登板したものの、0勝と最盛期とは程遠い成績で、現役を引退してしまったんだ。年齢も年齢だし、スポット的な先発としては悪くない成績だったけど、アニア投手との利得差は大きなものが生じてしまったわね。移籍の経緯的に選手同士の貢献度で単純に差し引きできない部分はあるが、貢献度に大きな開きが生まれたトレードになったな。ちなみにこの時阪神に拾ってもらった恩義を感じてるアニアさんは、毎年開幕前のシーズン優勝予想では広島優勝、阪神2位にしてるそうなんだ。もうそれって解説者としての役割果たしてないじゃないと言いたいところだけど、それくらい振り切れたエコひいき解説の方が地元テレビ局にとってはありがたいものよね。シーズン前の開幕予想なんて、実質解説者の就職アピールみたいなものだからな。新三大広島の失敗格差トレード、二つ目は1974年の広島長井保投手と、太平洋クラブライオンズの理解久義投手のトレードだぜ。1974年ってことはさっきのアニア投手と同じ年にもう一件失敗トレードしちゃったの？俺も調べてて意外だったが、そうなんだぜ。このトレードにはどういう狙いがあったの？このトレードは一軍でほぼ実績なかった若手投手同士の環境を変えてみようという意味合いが強かったみたいだぜ。トレード成立時点では特に注目されるほどの移籍でもなかったのね。ああ。長井投手は1971年にドラフト3位で広島に入団。1年目に1登板、2年目に20登板と少しずつ登板機会を増やしてたが、この時点では未勝利と目立った活躍はなし。移籍1年目は14試合に救援登板し、防御率 8.18 と散々な結果に終わり、4年目はプロ入り後初の未登板に終わったんだ。まだまだ高卒4年目ではあるけど、かなり危機感を感じる状況よね。実は長井投手はプロ1年目の時点で投球フォームの改造に着手してて、球界唯一の左のアンダースローを目指してたんだ。左のアンダーなんて、野球漫画とかゲームの世界ですら希少な存在だし、現実ではほとんどいないもんね。当時は左のアンダースローは野球界のタブーみたいになってたそうなんだが、タブーは破るもの、と思ってたそうで、当時の球界最高のアンダースロー投手であった阪急の山田久志投手の投球フォームを参考にして、新フォームを完成させていったそうなんだ。山田投手の投球フォームってかなり独特だけど、そう簡単に真似できるものなの？長井投手曰く山田投手の投球フォームは強靭な下半身あってこそのものだそうだが、自分自身もかなり足腰が強かったので、ものにできる自信があったそうなんだ。なんでも中学時代から毎日欠かさず25から30キロ走ってたそうだからな。待って、10年近くもそんな走ってたら地球に周分くらいあるじゃない。言葉を選ばず言うけど、スポーツ選手っていい意味でぶっ壊れたとこあるわよね。それくらいぶっ飛んだ思考とか体力ないと、やっていけない世界だからな。フォーム改造の努力が結果となって現れたのが移籍3年目の1976年。この年は45試合に登板してプロ初勝利を含む3勝を挙げると、翌1977年は49試合に登板してなんと199回3分の2を投げ、防御率も 3.33 の好成績で9勝6セーブを挙げる大活躍だったんだ。救援もこなしながら200イニング近く投げてるじゃない。本人曰く当時は、3連戦の初戦が先発、2戦目がワンポイント、3戦目が中継ぎか抑え、ってこともあったらしいからな。今では考えられない無茶苦茶な起用法ね。長井投手のキャリアは後述する左殺しのワンポイント救援のイメージが強いが、実際はこの77年こそがキャリアハイの成績だからな。
現在なら先発投手トップクラスの成績だもんね。1979年から81年にかけては3年連続でリーグ最多登板を記録し、その間の平均投球回数は105イニングとタフネスぶりを発揮。1982年に監督が廣岡達郎に代わると、左のワンポイントリリーフとしての役割を与えられたんだ。アンダースローの左殺しなんて憧れるじゃない。長井投手は廣岡監督体制の4年間で165試合に登板し、1982、83、85年のリーグ優勝に貢献。当時のパリーグの左打者たちからは、とにかく嫌がられていて、当時ロッテで4番を打ってたレロンリー選手というのがいたんだが、あ、外国人しくじりトレード編の時に話した選手だから覚えてるわ。確か本塁打王を獲得したこともある選手で、NPB 通算打率ランキング1位の好打者でもあったのよね。そのレロン選手ほどの打者が長い投手とは通算111打数17安打で打率はなんと1割5分3厘。111打数も対戦して抑え続けてるなんて、天敵と言えるほどのキラーっぷりじゃない。レロン選手はあまりの苦手意識から、長い投手がワンポイントで出てくると右打席に立ったこともあるそうなんだ。昔カブレラ選手が敬遠に対する抗議で左打席に立ったことあるけど、まさかワンポイントが嫌すぎて逆の打席に立つなんて聞いたことないわ。その他にも通算567本塁打を記録した左の強打者、門田博光も長い投手が登板するとベンチに代打を要求して交代したという逸話があるんだ。そんな変則投手を相手にしちゃった打撃フォーム狂っちゃいそうだしね。決して剛速球を投げるわけでもない変則左腕が並みいる強打者を手玉に取るなんて、見てる方としてはかなり痛快じゃない。ちなみに1977年のオールスターで大貞治選手を三振に打ち取った場面が、かの有名なピンクレディーの、サウスポーのモデルになったとも言われてるぜ。あの派手な名曲がこんな渋い職人投手をモデルにしてたものなんて意外だわ。結局長井投手はその後大洋、大英を渡り歩いて、プロ通算で606試合に登板。この登板数は2022年5月時点でプロ野球史上38番目に当たる記録なんだ。最近では生涯救援専門の投手も珍しくなくなってきて、600試合以上登板する投手も増えてきたけど、当時は救援をメインにして600試合以上も投げる投手は珍しかったんじゃない？そうなんだ。先発や抑えなど目立つ役割の投手以外でも、何かこれという武器があればプロの世界で重宝されると証明したことは、その後のプロ野球においてかなり意義があったことだからな。すべての投手が主役を張れるわけではないし、挫折しかけた投手にとってはかなり貴重な成功例よね。こういう過酷な役割をこなしてくれる選手の存在って大事だし、本当にその通りだぜ。そういえば広島に移籍してきた乗り換え投手はどうだったの？乗り換え投手は移籍1年目に10試合登板したが未勝利に終わり、2年目には登板機会がないまま現役を引退してるぜ。二人とも移籍後2年間は似たような成績をたどってるけど、乗り換え投手はきっかけをつかむことができなかったのね。新三大広島の失敗格差トレード、三つ目は1982年6月4日の広島高橋直樹投手と、西武古澤健二投手、大原哲也内野手のトレードだぜ。広島はまたも西武に好投手を送り出してしまったのね。高橋投手のキャリアを振り返りながら、このトレードが起こった背景を解説していくぜ。高橋投手はもともと東映、日卓、日本ハムのエースだった投手で、プロ2年目の1969年に223回を投げて防御率 2.42 を記録し、13勝を挙げる活躍。以降は6度の2桁勝利に、5年連続で投球回数200回以上投げるタフネスぶりで、1979年にはシーズン20勝も記録してるんだ。めちゃくちゃすごい実績がある投手じゃない。不思議なことにあまりレジェンドとして語られることはないが、日本ハムの歴代投手でローテーションを組んだら、ダルビッシュ、大谷投手と共に必ず入るレベルの実績を持った投手だからな。そんな投手がどうして広島にいたの？当時は FA もなかったのに。実は高橋投手は1981年のオフに広島江夏豊との電撃トレードで移籍してるんだ。江夏投手といえば伝説の優勝請負人じゃない。そんな江夏投手とトレードされるなんて、当時高橋投手はかなり評価されてたわけね。ああ、それに加えて当時の日本ハム大沢監督とあまり関係がうまくいってなかったようで、20勝を挙げた年に大沢監督が、高橋直だってトレード要因の可能性はある、と発言したのに対し、トレードなら喜んでいきますよ、と発言し、球団から罰金処分を受けてたんだ。昔の選手らしい歯に気抜きせぬ発言、嫌いじゃないわ。他にも高橋投手は大沢監督が故障を抱えた投手を故障が癒えてない状態で起用することを心よく思っておらず、日本ハムでは木田躍動が1年でダメになっているでしょう、と、広島移籍後に不満を漏らしたりしてるんだ。監督と関係がうまくいってなかったことも、江夏の電撃トレードの要因だったのね。
そうでもないと、152回3分の2を投げて10勝した投手を放出しないからな。期待されて広島に移籍した高橋投手だったが、1年目はわずか16試合の登板で2勝5敗と成績を大きく下げたんだ。江夏投手との交換相手がその成績じゃ球団としては頭が痛いわね。実際高橋投手も江夏級の活躍を求められることに少なからずプレッシャーを感じてたようだぜ。結局広島ではかつての投球を取り戻せないまま移籍2年目のシーズン途中にトレードで西武に移籍することになったんだ。広島では日本ハム時代のような活躍はできてなかったのね。すでに年齢も37歳に達してたこともあって、高橋投手は終わった投手と見る向きもあったんだ。普通に考えたらその年齢から復活するなんて厳しいわよね。高橋投手はそんな懐疑論を一周する活躍。移籍後すぐに先発で起用されると、防御率 2.40 でシーズン7勝を挙げて、リーグ優勝に貢献。日本シリーズにも2試合に先発するほどの信頼を得て、チームも日本一に輝き、自身初のチームタイトル獲得に貢献したんだ。37歳のベテラン右腕が途中移籍してきて老獪なピッチングで優勝に貢献するなんて、漫画みたいな話でかっこいいわね。移籍直後の2勝が前期優勝の原動力になり、契約更改では、あの2勝は1000万の価値がある、と球団からも高く評価されたそうなんだ。終わったなんて言われてたところからそんな評価を受けるまで復活するなんて、人生いくつになっても諦めちゃダメね。さらに翌83年には開幕からフル回転の活躍で、3年ぶりの規定投球回数超えを果たし、13勝3敗の活躍で、自身初の個人タイトルとなる最高勝率を獲得し、チームのリーグと日本シリーズ連覇に大きく貢献したんだ。38歳で全盛期にも匹敵するほどの活躍をしてるじゃない。高橋投手は40歳となった85年にも7勝を挙げる活躍で、移籍後4年間で29勝して3度の優勝を果たしたんだ。まさか放出した広島もこんな活躍するなんてって驚いたでしょうね。高橋投手と交換で広島に移籍した2人の成績はどうだったの？古澤投手は阪神時代に先発投手として活躍した投手だったが、広島移籍後は主に救援投手として起用され、移籍後3年間の登板推移は29、32、30試合。阪神最終年の85年こそ未登板に終わり現役引退することになったが、そこそこの働きはしてるんだ。古澤投手自体は悪くないけど、先発として活躍した高橋投手と比べると、やや劣る貢献度だったのね。もう一人の大原選手は移籍後2年間でわずか28試合のみの出場に終わり、83年オフには再びトレードで近鉄に移籍してるぜ。移籍選手トータルの貢献量を比較してみても、西武側に大きな利得をもたらしたトレードになったのね。というわけで、今回は新三大広島の失敗格差トレードを紹介していったぜ。よかったらチャンネル登録や高評価をしていただけると、動画制作の励みになるので、よろしくお願いしますだぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。